皆さんこんにちは、谷間崎です。今回はですね、ドローを打つための7つのステップ、この7つを、やることにより、スライスで悩んでいる方、それからドローボール打ってみたいなっていう方、必ずマスターできると思います。ぜひ、この7つのステップ皆さん参考にしてみてください。まずはステップ1です。で、ステップ1はもう本当にインパクトの前後50センチぐらい、本当にいわゆるショートスイングでいいんです。これでまず軌道がちゃんとインサイドアウトに打てているか、それからその時にフェースがどこを見ているか、あとどれだけ無駄な動きをしないか、そこら辺を、意識してやっていかなければいけないですね。で、まずはやっぱりこう頭っていうのは、基本的には変えない方がいいですね。変えない、すごくこう右に動かす必要もないし、左に傾ける必要もないし、なんかこう頭のこのでも釘刺しになっているような感じで、頭が位置は変わらないようなイメージで上げていく。で、まずこれが頭です。で、それから手首、この手首というのはこのショートスイングの時は基本的にはもうほとんど全くっていうぐらい使わないです。ショートスイングっていうのは基本的にはこの手首を使わない。で、肘もこの時曲げたりしない。体でバックスイング、腕は使わないようなイメージで、体でバックスイングしてくるようなイメージですね。上半身が少しこう右側を向くようなイメージっていう感じです。で、これが、腰からのイメージでこうやって上げてきてもいいですし、足からのイメージで上げてきてもこれは構いません。問題はダウンスイングがちゃんと足からいってるかなんで、上半身はもう多少、ちょっとこう顔が少しこう傾けようが、足からこう行こうが、これは指導のきっかけっていうのは思うのなんで、ただダウンスイングは残念ながら譲れない、下半身からですね。で、後方からちょっと見たときに、まずは、腕、手首、それから肘、それから脇ですね、この辺は使わないようにして、バックスイングの指導をしていく。上げていったときに、本当この辺までです。これ以上はいりません。で、ここからダウンスイングで上半身で戻すんではなくて、ここから下半身で戻してくる。ここから下半身で腰を回転させていくようなイメージで戻してくる。その時に腰が前に出たりしないように回転をさせる作業になっています。この回転は当然腰だけの回すイメージでできる方は OK ですし、足そのもの、右足も左足もそのものが少し回転させるようなイメージにしていけばいいかなと。で、この下半身から動くことによって上半身が戻ってきて、手首や肘を脇も使ってないんで、勝手に同じ指導と同じ軌道で戻してきて、フォロースルーが抜けてくる。で、その時にインサイドアウトなわけですから、ドローボールだからインサイドアウトなわけですよね。なので上げていくときに少し本来の軌道よりもクラブヘッド1個分ぐらいインサイドに引いてきて、そのまま同じ下半身を使ってインサイドアウトに抜いていくようなイメージでやっていくと、打ち出しがちょっと右に出ていく。で、この時はもちろんストロークの幅が小さいんで飛距離が出ない分だけボールのフック回転のする量もすごく減るわけです。だからちょっと右にこうまっすぐ出ていく感じにはなっていると思います。でも厳密に、いろんな、測定器で測れば、おそらくちょっとフック回転がかかっているはずです。右から右に行くようだとベース面どっかで開くような
作業をしてインパクトしちゃってると思うんで、閉じた状態から腰で戻せばベースっていうのは必ずちょっとスクエアからちょっと閉じ気味の感覚で戻ってくるはずなんで、このイメージで芯に当たるまでちょっと練習してもらいたいなと。でこれすごい初心者で、なんで俺もあんな80切って70代で待ってるのにシングルなのにとか、こんなの今更やりたくないよと思うかもしれないけれども、私はどんなレベルのプロゴルファーでも、もちろん初心者の方でも、ここから必ずスタートします。ここができなかったらもうあともなんかこう絆創膏的な応急処置になっちゃうんですね。長年ゴルフは楽しめません。ゴルフは最年長のスポーツですね。一番長くできるスポーツと言われています。だから長く楽しんでいただくためにも、ここは今頑張りどころかなと思いますので、まずねこのファーストステップ1を、ちょっと地味ですけどやっていただくと。そうすると次にステップ2ステップ3とだんだん上がっていって、球が温度綺麗なところだね、しかもスイングかっこいいじゃんみたいな感じで言われていくと思いますので、まずはそこを、試してみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。できれば、いいねボタンやら、チャンネル登録なんてしていただけるととても幸いでございます。それから、質問や、コメントなどありましたら、ぜひね、していただけるとそれにお答えしていきたいなというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。お待ちしております。